サワディーカー、本日もですね、ここタイの田舎町ペッチャブンから元気にお届けしております。昨日までですね、アランヤプラテートというね、カンボジアの国境の町へ行ってきました。それはというものですね、ロンクルア市場というのがありまして、そちらにね、ちょっと市場調査に行ってまいりました。はい。でまあね、いきなりそちらの動画をですね、見ていただいても、何のために行ったのかっていうのがちょっとわからないと思いますので、少しですね、僕の過去もお話しながら、少しねお話ししておきたいと思います。僕はですね、1999年から、十数年ですね、実は日本でブランドのリサイクルショップをやっておりました。こんなハゲでもですね、実は、ブランド、ショップをね経営しておりました。はい。それでですね、どんなものを実際に取り扱っていたかというと、まあ女性ものの、例えばルイ・ヴィトンとかシャネルとかエルメスとかね、そういう衣類やバッグ、アクセサリーを扱っていました。あとはですね、メンズの、ドルチェ&ガッパーナであるとか、アルマーニであるとか、ベルサーチであるとか、その辺もね、かなり取り扱ってきました。でまあ僕の場合ですね、実はリサイクルをオープンするときに、テレビにもね実は出ておりまして、まあ、その後ですね、プロデューサーさんなんかともお知り合いになって、ブランドのですね、実は鑑定番組なんかも、やっておりました。はい。まあそういうこともありまして、実はまあブランドの見聞きっていうのはある程度、できるような形になっております。はい。まあそれでですね、まあ視聴者さんとね、実は、ロンクルア市場の方へ行くことになりまして、まあそちらでですね、まあどんなものが実際にね、売っているのかっていうことと、それからまあブランドもね、中古になりますけども売っているということで、それのね市場調査に行ってまいりました。まあ今日本でねどれほど買い取りができているのかっていうこともありますけども、まあここタイでですね、中古がまあどれぐらいの価格帯でね、そういう市場で売られていて、で、例えばまあ日本でね、どれぐらいで売れるのかっていうねことも踏まえて、実際にね、調査に行ってまいりました。そういう動画でございます。はい。まあ、おそらくここまでお話しすれば、この先ですね、動画を見ていただいても、分かるんじゃないかなと思います。それではですね、動画の方をどうぞ。おはようございます。今ですね、朝の2時半でございます。朝の2時半にですね、こちらペッチャブンを出発しまして、カンボジアのね、国境に、向かいたいと思います。バンコクでですね、YouTube のね視聴者さんを、拾いまして、カンボジアの国境へ向かいたいと思います。なぜね、カンボジアの国境へ向かうかは後ほど、ご紹介していきたいと思います。それでは行ってきたいと思います。こんにちは。本日はですね、カンボジアの国境近くのロンクルア市場に来ております。本日はですね、 YouTuber の視聴者さんと実は来ておりまして、バンコク経由で来ております。ペッチャブン、2時半出まして、こちらに11時に到着いたしました。はい。でまあ今回はですね、少しまあビジネスのねチャンスが何かないかなということもありまして、こちらの市場に来ております。皆さんとね、この市場を見ていきたいと思います。ですね、こちらのマーケットは市場ですね、このようにゴルフカートで、巡ります。それだけかなりね、広いマーケットになっております。でこちらはですね、1時間100バーツで、1日、まあ、夜の6時までで、1日の場合は400バーツということになっております。まあかなりね、広大な敷地のようで、巡るのも大変みたいですね。これおそらくもう歩きは無理ですね、この広大な敷地は。
これでですね、チャトチャックマーケットで、売っている洋服屋さんなんかも、こちらでね仕入れをするようですよ。はい、ですから靴から洋服から、迷彩服から何でもござるですね。帽子屋さん、雑貨屋さん、市場はですね、このようなゲートが5個から6個あるそうですので、迷子になりますので、この辺りのねエリアは古着エリアになっております。はい、まあそうですね、セカンドブランド的な、ブランドのですね、古着がそこそこありますね。はい、まあこれね、本物かどうかっていうのはね、見てみないと分かりませんけども、これからね、ちょっとチェックしたいと思います。すごいね、全部中古、次から次へとバーバリーをねチェックしましたけど、どちらもね本物ですね。で、こちらのね色がね赤じゃなければ買ってもいいかなっていう感じですけど、こちらは500バーツです。ですから2000円、こちら1500バーツですから、6000円か。なかなかこれは売るのは難しいな元ブランドリサイクル屋としてはちょっと難しい、買うのに難しい感じです。このねバーバリーの、シャツはね本物ですね。これがね1500バーツです。それでね、こっちのパンツはねこれコピーです本物って言ってますけど、これはコピーです、ね。こちらのシャツは本物で1500バーツ。まあ1500ではちょっと高いね。やっぱりもう結構価値が分かってるかもしれない。やっぱねどこの店舗もね、こういうバーバリーとかそれからラルフローレンとかですね、日本人が非常に分かりやすいベルサーチとかね、表に出して売ってますね。ですからまあ思わずパッと足を止めたくなる、よく分かってますねお店の人こちらのお店もね、ラルフローレンのね、可愛いバッグが中古ですけどね、まあちょっとね、程度は綺麗じゃないですね。で、400バーツです。で、こちら本物ですね、うん。本物ですけど、やっぱりちょっと程度はいまいちかなっていう感じですね。400バーツはちょっと高いかな。で、こちらの。このね、ラルフローレンのこのシャツは本物ですね。で、800バーツだそうです。で、こちらのね、バーバリーはおそらく偽物ですね。これも800バーツです。というような感じですね。はい。ここはラルフローレンとかリーバイスが主流みたいですね。こちらはですね、新品なのか中古なのかわからない、でもタグがあるんで新品かな。新品だとすると偽物の可能性が高いですけども、ちょっとね値段を聞いてみたいと思います。
一応ですね、値段が T シャツね、アディダスが新品で120バーツなので、ロゴもね、コピーしてた。はい。今ここで T シャツ買いましたけども、コピーですけどね。コピーですけど、1枚 100バーツです。めっちゃこれ可愛いんだけど、思わず2枚買ってしまいました。はい。もう今やと、言うとビジネス、チャンスを狙うんではなくて、買い物を楽しんでおります。こちらのですね、敷地内はね、こういうゴルフカートでガーッと回るような感じですね。はい。今こういうようなジーンズ専門店もあれば、はい、こんな感じでね。いやでも今日はあの曇りですけどもね、気温も低くて、買い物日和となっております。はい、こんな感じのね、奥はこんな感じのマーケットになっております。ですからかなり敷地が広いので、まあ一軒一軒お気に入りのお店を探すっていう感じになるでしょうね。はい。おそらくこれ仕分けした後のですね、洋服のゴミの山ですね。いやいやいや、すごいわ。やっぱりこの場所に来ても買ってもらえない洋服たちがあるというところですね。本日はですね、ここカンボジア国境近くのですね、ロンクルア市場から、お届けしましたけども、いかがでしたでしょうか。まあね、見てまいりましたけども、本物もあれば偽物も、ありますので、買う方はですね、やはりかなりチェックが必要になると思いますね。商品をねチェックしていただいて、本物をねぜひともゲットしていただきたいと思います。川島ですね、コピーの、ディズニーの T シャツをね2枚ほど買わせていただきました。100バーツでね、結構質感が良くて、びっくりしました。おそらくここで買ったやつを、バンコクでですね150とか200で売ってるんじゃないかなという気がいたします。いつもですねこの、ワンピースのね、T シャツを着てるもんですから、たまにはねこのミッキーマウスの T シャツをね着たいなと思っております。それでね、こちらも違うね、タイプのミッキーマウスの T シャツでございます。どうですかね、結構可愛いですかね。いつものワンピースの洋服に、はい、いつものね、ワンピースの T シャツに戻ったところで、今日はね、これぐらいに、しておきたいと、いい加減にね、してほしいという声も、聞こえそうなので、このあたりにしたいと思います。それではですね、また次の動画でお会いしましょう。おそらく次は文館の映像になるかな。それではまた。